はい、いや JNN の世論調査が出まして、えー、これなんとですね、政権交代を望む声が、えー、多数という形になってもう自公政権の継続を上回るという状況になりました。で、これは一体何なのかということなんですが、まあ、内閣支持率もね、あの不支持率が過去最高ということなんですけどやはり裏金問題。 なんですよねでこの安倍派幹部4人への処分、えー、これ一体どうなるのかっていうところも含めて、えー、本間さんとね話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、やっぱり裏金問題といえばですね背後にいるのは、えー、森喜朗なのでこの森喜朗が一体どうなっていくのかも含めてですねちょっと、えー、話をしていきたいと思います。本間さんよよろろししししくくおお願願いいままますすす、えーま、ずででね世論調査で 政権交代を望む声が大きくなっているということについてですね、えー、重大性がですね、まあ、いまいちピンときてない、えー、アホな政治家もおるんではないかなと思うんですけども、まあ、これ 次の衆院選で立憲民主党などによる政権交代を望む声42%というふうに書いていて自公政権の継続を望む声はですねーなんとー32%ということでこれね皆さんこれびっくりすることですよ。で何がこれ原因なのかなっていうとやっぱりこの,あの裏金問題ですよね。 安倍派幹部への4人の処分が未だに終わっていないんですけど、えー、除名とか離党勧告とかを厳しい処分しろとそういう声も世論調査で、えー、出てきていますこれはですね、どういうふうになってるかというと裏金事件をめぐり、えー、新たに、ね、あの聞き取り調査が行われたこの安倍派幹部。 えー、塩野龍下村白文西村文西光年、えー、世耕の、えー、この4人がですねあーのーこれ、えー、すいませんあの世耕だけ本当にもう和歌山下品パーティーっていうイメージがついててまあまあ,あのもうちょっと分かりやすく言う,言うと責任逃れの塩野谷龍根性なしの割には全然ダメな下村博文、えー、さらにベトナム改春疑惑の西村光年和歌、えー、山下品パーティー、えー、世耕と。 まともな、ちょっとまともな、今、左から順々に行きましたけど、はい誰もいないんじゃないちなみに、この一番左側の塩谷龍さん、えー、一月マき万歳であんまり有名ではございませんが、あのこの人ですよ、えー、キックバックあったよ、裏金のっていうふうに言って、3時間後に、撤回、撤回、あれ、嘘だからって、あれ、あれなになにや、キックバックなんかないとかって言って、えー、自民党をね、窮地に追い込んで素晴らしい方でございますから。う まともな功績ってなんかあんのないんじゃないまあ一応左から2問目の下村博文は森喜朗と、えー、ちょこっとだけ喧嘩して文部科学大臣時代に、えー、3,000億円以上かかる新国立競技場の座班案を潰して、えー、別の案になったんで彼だけは一応1,000億円くらい。 あの税金コストダウンに貢献はしてますけど <laughs> <laughs> まあそのおかげで多分陰でいくらかもらってるだろうしね。それはあるだろうね。まあ、とちうわけでこの4人をですね世論調査で、えー、除名や離党勧告をしろという声がですね、うん、あのー、増えて61%というふうになって。 で岸田内閣支持はまあ0.1ポイント下がって22.8ポイント支持できないという人はですね0.6ポイント上昇してントすごいよね富士産経グループの調査でさえこれなんだからさ、うん、あいや JNNTBS ですか JNN かはい、はいかうん、でまああのでやっぱりですねあの森喜朗 聞き取り調査が必要だ !77% で森喜朗に関してはなんかねいやもう聞き取り調査したんだよ関係ないってことになったんだよとかっていうふうにいやり絶対してないって絶対してないって <laughs> ねあの言ってるけどそれがあってもなおまだ聞き取りしろっていうふうに言ってるから国民何も納得してないんですよ当たり前ですよねで当たり前だよね あのここでですね党の、あのー、処分の段階がいろいろあるんですがこれ読売新聞なんですけども重い処分を課すというふうにこう言っている人たちもいるんですけどまああのー、岸田首相自身も処分を受けろというふうにこう言われていてまあそりゃそうだよなと、まあ、せめて選挙の非公認ぐらい受けてもいいんじゃないっていう気はしますが、うんうん、で今のところですね あの非公認以上の処分を想定されているのが塩根や龍下村博文西村光年世耕広重というですね、まあ、先ほど挙げたこの4人、えー、なんですけども、えー、この人たちがですね、まあ、離党勧告一番面白いのは離党勧告って離党しなさいっていう、まあ、自民党から出てけっていう話なんですよね。一見すすると厳しいんんででけけど韓国処分だけなんで いや俺いるけどって言ったらなんと居座れるねえ居座れちゃうんだよね,そ<う>ねだから全員があ韓国はもう真摯に受け止めましたただ私この自民党の中でやりたいこともいろいろありますので、えー、真摯に受け止めつつ頑張っていきたいと思いますいやこんなことになったらね岸田内閣の支持率はもう壊滅的なことになると思うので <laughs> 私はむしろ全員そういうふうに言ってほしいなと。 思うんですけどあ<ー>はいうせならねどうせならね悪くなる方向へ。はい、で安倍派の高木剛事務総長や松野博一、えー、これは官房長官ですよねあと萩生田光一とかは塩谷龍とかの4人の処分内容を踏まえて決定ということでまあなんであのー、離党勧告してこいつらあの高木とか松野とか萩生田はそうですねまあ選挙非公認がいいんじゃないの でこの他の議員っていうのがなんか全体で40人ぐらいいるという状況で、まあ、全体は80人だけど500万円以上、うんえー、ポッポに入れちゃったやつらは処分するひどい話ですよね、これ、党の方針で裏金作れっていうふうに、まあ、言ってみりゃ言われてたのにたくさん頑張ったやつが、えー、処分されるっていうですね。<laughs> <laughs> やっぱ岸田がやっぱ責任取らなきゃダメなんじゃねえぞ。そうとも言えるよね。<laughs> まあただ安倍派だからさ。まあね。つまり安倍派の中でそうしてたっていうわけね。うん、で、500万円以上は何らかの処分をする。うん、抵抗とはですよ。うん、あのチャリンコ大臣。あ橋本聖子さん。橋本聖子と、あとあの。えー、丸川玉代議員。 あ,あ丸川たま,ええまず橋本聖子この人オリンピック、うん、ね組織委員会変えちゃった何が日本再生に向けてだよ前丸川玉江も800万ぐらいもらってんかったもらってたんだけどそれ丸川も丸川そもそもあと刑事告訴されてるよね <laughs> 強く優しく輝く東京くだらん選択をした愚かなあの野党の,あのものどもとかっていうふうにこれ発言した人ですよね、うん、はい まあ。あと誰かいる有名どころ。あとあれだ、あの、ほら、右翼のばば。山、山、山、山なんだっけ山脇あの、あの、山東さんのこと言ってるんですかあ、違う違う。山谷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 あいつ。えまあ。あいつのが一番金もらってんねえっと、まあ、ちょっと、右翼の、 女性議員ねうん。うんうん、こいつなんかあのやたらとこう何あの防衛がどうたらこうたらとかさあの偉そうなことを抜かしてってうんうん2403万円うん。うん それでもうあのー、やっぱりさ、テレビ、テレビ局とかが追いかけ回してるんだよね。それで、辞任するあれはないんですかって、やっぱ言われて、うん、全然ないのよ、この、この、おばあはん。<laughs> あ<の>全くないのよ。今あの、おそらく、ばばーって言いかけて、いや、なんか清水さんに少しだけ、ね、だって思ったから、おばはんに変えたってしょうけど、一生やね、清水さんも。<laughs> <laughs> あーさ,ほんとさほんとあ本当にさえ、なんでやめないのっていうね、だってもういい年だしね、うん、あのー、次の選挙で勝てるわけが、まあでも比例だからさ、比例名簿上位に行きゃ、それは勝てるんだけどさ、比例名簿上位なんかするわけないじゃない、だってもう次の選挙でさ、こんなの。<laughs> ってことはさ、うん、もうさ、いや、あの、たとえ、その何、離党勧告とかなんとかとか受けたって、うんうんまあ、仮に離党したとしてもだよ、他の連中もね。でもさ、誰もやめない。うん。やっぱね、国民が何を怒ってるかっていうと、とにかく、まあ、責任は認めない。うん。えー、もうとにかく何言われてもへのかっぱ。そして、あのー、 いまだに、なんか私は仕事で、その、なんか、不信を跳ね返したいみたいなさ、ことを言って、うん、この議員に、へもうしがみついているてガシーだってさ、あのー、みんなこれ、うんこれで言わ、あの、なんていうのかな、名指しされてる人々ってさ、もう、まあ、国会本会議には出るけれども、うん 他の会議になんか出ちゃいねえよって、うん、みんなね。逃げ回っててさ。うんうん、地元にいるだけでさ。うん、な、仕事もしてないわけで。うん、国民はそこにやっぱり一番怒ってると思うんだよね。やっぱね。辞任しない。うん、だって辞任しなければ、そして岸田がもうとにかく、あの、総選挙しなければ、うん、給料はずーリンチャ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 リンってもらい続けられる。うん 国民が何が起こってるかってそこだよね。まあでもちょっと、ね、どうでもいいよ、うん、はっきり言ってさ。せっかく上級国民である我々がちょっと謝ってあげているのに怒ってるなんてけしからんと。うん、まあそういう感じでしょうね、彼らの感覚方が。そう,そうよ、そうよ、そうよ。あの、頭の悪いお前らにはわからないだろうけど、うん、俺はちゃんと説明してやってんだと。説明責任果たした。うん。政林市にも出たし、うん。ねあの、説明したと。 なお納得しないいのはお前らが悪いんだと、うん、なぜ裏金もらってていいかなぜ議員自民党議員は裏金を納税しなくてもいいのかねあこれ国民型は脱税だけどうちらは何でいいのかやめる必要がないのかお前らが何で我々の餌なのかもっと説明しなきゃダメなのそんなこともわからないのもしかして日本人じゃないの 国語できてないのぐらいの気持ちでおそらくいると思います。そうよそうよ。うん、うんうんもうそういうふうになっちゃったんだってそうじゃなかったらなんでまだいるっておかしいじゃねえかいくらなんでも <laughs> <laughs> でいらなんでもおかしいでし,でしょ。おかしいよね。だって税金で食ってんだからさ。うん、でもうその国民からこれだけの不信感をあれされていて。うんうん で何その偉そうに説明責任果たしたとか言ってるけど、うん、誰ももちろん納得してない、うん、それなのに、やめない。うん、やめないで税金を食い続けるっていうさ、うん、やっぱりみんなそこに怒ってるんだよね。あのまさにこう、働かないでも金が入ってくる貴族と一緒じゃないだ、うん、貴族。うん まあそこに頭に負がついて、風貴族と言えると思うけど、俺は。まあねあの、貴族が全部だめなのかっていうと、そうじゃない貴族もいたから。そうね、だめ<の>貴族。うん。うん、本当に、あのー、これ、自公政権じゃなくて、あの政権交代したほうがいいなんていう数字が、こんだけ、10ポイントぐらい差がついたっていう。うんうん 多分、ここに30年なかったんじゃないのこれ。いやー。あま記録ない。民主党政権の時。まあまあ、それぐらいはね。うん。うん、それ以降。一瞬はありましたけど。うん、うん。だそれ以降、要するに安倍政権になってからは、うん、そういうことはなかったと思うよね、うん、ね。う,ん、うん。これはやっぱり、進化感がものすごくでかい、ね。そうでしょうね。そうだよね、やっぱね。まあ。 今、とにかくさ、誰に聞いても、あのー、俺なんかバイって人と話すからです。うん、あのー、みんなこういう、僕は今までは自民、しょうがないから自民党入れてた。うん、あのー、まあ、普通の人って言っ,とったらやったら変だけどです。まあ、ごく普通の人たち。うん、今まで、まあ、なんだかんだ言ってやっぱりね、自民党入れてたんですよ。うん、でも、次はやっぱり入れられない。うん もうう入れられらなないってみんな言うよねねやっぱ、ね、あの今まではね野党も頼りないし、うん、なんだかんだ言ってやっぱりその自民党って昔から政権にしょっててまああの安定感もあってっていうことでさそう間違ったことしないだろうと思って入れてきたと、うん、あ入れるっていうのはあなたの目は腐っていると伝えておきたいですけど <laughs> いやもちろんそうだけどね <laughs> 俺は生まれてこの方自民党になんか一回も入れたことないし、また、あ、言い方ってると思うけど。<laughs> <laughs> だからね、うん、あのでも本当みんなそういうのよ。うん、いやーでもしょうがないんじゃないのあれはっていう人に俺出会ったことがない。出会ったこと一人もないよいやいだって普通に私喫茶店朝行って、ふうってコーヒー飲むのが趣味なんですけど、お、うん。もう 普通に3回に1回ぐらいと自衛党の政治家とかさ理解の自信とかさいやもうなんかえこんなふうにオリンピックの時とかコロナの対応の時とかねそういうのでこんな声聞こえたことがなかったよ、うん、ないよね、うん、まあやっぱり税金ちょまあやっぱりことはやっぱり人々のこの お財布を直撃している話だから、より怒りが半端ないんだよね、うんうん、これね。で、まあ人々はみんなとにかく税金、重い税金を払わされて、ひいひいってんのに、うん、やつらは税金きちんとまともに払ってなくって、うんで、しかもさ、ああいうことをしているということは、きっと他ににもしているに違いないっていう。 大谷翔平の元通訳水原一平6億8000万だけじゃなかった借金追加で出てきた出てきた,たそ,そうだよギャンブル狂いがあれで終わるわけないでしょだ,だよねだからやっぱり俺もさ他にあるんじゃねえかっていうんです <laughs> あやっぱり出てきたよっていうさねえあ自民党のさ、ね、やつらなんてこの安倍派のやつらなんてさ、うん、バレてないけど 他にだって山のように何かやってんじゃねえか。当たり前ですよ。水原一平がですよ。いやもう大谷の分だけしかね、もう借金はつまんでないんです。他には何もやってません。バーをギャンブルはそれで終了。いやお前そんなわけないだろうっていうのと一緒で、裏金だけなんです。他はね、もう僕の心は、もう澄んだ清流の川のようにみたいな。なわけねえだろ。てめえの心の川にはプロトニウムが流れてるよ。ねえ <laughs> <あ>。な 特にやっぱり金額が巨大なやつなんていう、うん、さ確信犯でしかないわけじゃないだってしかも長い間議員やってさ橋本聖子だってそうだし丸川だってそうだけど、うん、もうだって10年20年え違うや、えー、橋本聖子30年近くやってるわけじゃないよ、うん、それでさいやなんか あのー、ちょっといやー私はなんかあのー、全然知らなかったんで中なんてさそ、うん、んなんでお前住むわけないだろうって委員、うん、30年近くやっててねいろんなこと知ってるでしょあなたって、うん、つっていうか知らなかったら無能力じゃないよだってさまあでも橋本聖子がねこうやって攻撃されてる塩谷龍が攻撃されてるいやもしかしたら下村博文とかは離島勧告になるかもしれない。 にもかかわらずですね、ね彼だけは守られる。うーん、森喜朗さんです。うん、だいぶ若いね。これはあの内閣総理大臣の頃の森喜朗さんです。いやまあ守られるっていうか、まあ基本的にもはやまあ党員ではあるかもしれないけど、議員ではないからな、難しいよね。いやでも国民が望んでるのは彼の失脚ですよ。そうだね。 なんかこいつは生き残って、まあ、ついでに言うと2回のじじいもさ引退するとか言ってるけどじゃあ今すぐやめろよって感じじゃないですか、うん、でそういうのやらずにで麻生太郎は何かさあなんかうっせえなーみたいじ残ってるわけでしょあの80代軍団うん、うん、いやちょっとあのー、あんまりこういう発言はエイジズム的でよくないんですけどあの3人だけはもうあの能力ないし邪魔だしいなくなってほしいなと思いますねでも森吉郎に もう森喜朗にえっと会ったやつは除名っていうぐらいのもうなんかあのもうバイキ金扱いしていいよもう森喜朗に会うなと自民党の政治家は、うん、それぐらいやってでそのそそれがなかったらやっぱこいつじゃもうどう考えてもお前じゃんっていうこれだけ承認官房もなもされないとかって変だよまあ結局その えっと、いわゆるそのキックバックを安倍がやめろって言ったのに、うん、安倍が亡くなった後に打ち合わせして、やっぱり継続したやつらの罪が重いっていうことで、この、えっと、キックバックをそのまま続けるって決めた連中が多分一番重いって、今、自民党の中では言われてるで,うん、うん、で、そのうんと、その連中の中から、まあ、俺たちはそらく下村だ,だろうと思ってうん、うん。 いやあれはまあ自分たちが打ち合わせしてるところに森の意向もあったんだみたいなあったじゃないですか。うん、でそうするとさ、えっ、ー、と現役の国会議員は離島勧告以上っていう思いあれある、うんだが、森は結局何もされねえのかっていう。除名ですよね あとって残ってんの除名ぐらいしかないの森吉ろ除名ですよ。お前自民党党大会とか来んなと。そこまで行けやあさ、やっぱり森も、森も何かに関連してるっていうことになるんだが、うん、今のところは、えー、森にはなんかちょっと、 ちょっと聞いてみたんだけど関係ないって言ってるから関係ないってことになりそうですねはい、うん、<laughs> もう森先生が黒って言ったらね白も黒になるんですよってそれ分かってないのいやそれは君たちが人権とか平等とかと間違ってるだけなんで森様上級国民でございますよそれを裁くとかっていやちょっと勘違いしないでもらえますかみたいなもうそういうふうにこいつ思ってるよねええー、やっぱりつ うん、でも逮捕とかっていうのは当たり前だけどさ、検察が動かなきゃ逮捕できないしね。ねうん。ちょっとそこまではハードルがしても高い。っていう、もう国民の怒りの声は渦巻いているが、うん、何せ国会議員でもない、うんえー、時々偽装車椅子とかに乗って、なんか、 あの老人を、なんか、うん、こ老人を、老人性をなんか発揮したりしてるけれども、逮捕してくれればな、逮捕してユーザーにしてくれればさ、あのー、1億円の千代田区の老人ホームじゃなくって、えー、と感謝に入れるんだよね、うん。まあでもね、偽装しつつもです、ね、でステーキ150グラムはペロリと食っちゃうんですよ。ザよすごいよねすげ オプシーボーはだから大間さん誤った医療情報の拡散になって YouTube のコミュニティ規約ガイドライン違反が非常に危険ですのであのダメでございます。えー、オプシーボーはステーキにかけて食べるものではありません。<laughs> まあそうだよね、うんあ。じゃあステーキにこうやってキュチューンって入れるのかそうすれば食えるのか。 とりあえず今日撮影終わったらあの自分のギャグブラックジョークで、えー、と YouTube 止まったら、えー、全てその期間の1週間2週間分の,ほあの報酬は私がもう佐藤さんの分も安富さんの分も,もう清水さんの分も全て負担しますっていうふうに覚も結みましょうあーちょっとそんなお金ないわ <laughs> いや半年ぐらい戦っただ働きしていただければ。<laughs> まあでもまああのこのね森喜朗なんでこいつ守られてんの本当にまあ守られてるっていうか手が逆まあなんていうのかなやっぱ手が出せないっていうね常に国会議員じゃないっつうのはやっぱ大きいよなこういう時に来るとさすげえなねでまあでも確かに清水さんが言ったように もうととにかく縁切れと、うん、森から森後ろから電話かかってきても電話出んな出んなともう出ても着陸が残ってるだけでお前もちょべれたくらいの勝ち <laughs>、まあ、まあねそこなあまあでもね森後ろと同じことをやった連中は離島勧告か投石剥奪ぐらいの重い処分を受けるのに、うん 森は何の処分も受けないだから処分って言ってもなもはや幹部でもないし国会議員でもない,いだから自民党党大会に来てるってことは自民党員なんでしょ除名すりゃいいんですよもうそれぐらいしか手がないよで党大会とか来たら「誰ですかあなた」っつって帰ってもらえばいいんですよ「わしゃ森だぞ」とかって言ったら「知らねえよ」っつって帰れってまあそれぐらいしかない、うんうん、ただそれをやったとしても まあ、なんていうのええー、残念ながら、なんか彼が痛手かっていうとさ、まあそんなたでじゃねえだろうな、けど、うん。ね、いやーでも、あ自民党政治家と会うなっていうのは結構ないたでだと思いますよ。まあこの先、うん、まだ実空の森で一稼ぎしたいっていう、うんうん、そういうところはいたでよ、もちろん。うんうん、そういうところはいたでだけど。でもさ、なあ、 もう、何ほら、金はさ、もうだってね、あの、老人ホームのあのお金はもう払い終わっちゃってるし、うん、だろうし、うん、まさかローンで払ってるとは思えないしさ、そういうのを考えると、まあ、まあ、ほぼ逃げ切ってるよなっていうさ。おばさん、そんな甘くないですよ、政治の中は。彼の脳みそは何て言われてました うーんとありね。サメだつ。<laughs> で、サメはあ泳ぎ疲れたし、心でちょっと止まって寄生を過ごそうと思いますか？思えないよ。な泳いでないとなくなっちゃうんだよ。だから森が止まるっていうのはまあ貯金もあるから大丈夫だろう。ならない。ありとあらゆる復讐を受けて一気に剥がれ落ちていきますよ。ようん。 だってああいう人たちって二階さんもまだぐちゃ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 やってるのももう死ぬまで寿命が尽き果てるまで走り続けないと仕事を辞めるイコールもう破滅なんですよ。<laughs> そういうところですよポインあの立ち位置が。だってまあいろいろなんか悪い噂とかもう日本の闇みとかいっぱい知ってるけどもう引退してゆっくりさせてくれやいや絶対許されないよそれは。常に 陰たる権力を持ち続けけ続ないいととあっという間に転落するだからもう除名可能でいいよ。除名除名。うん、それだけはもう,もうそれがもう極刑宣告になりますよ。まあ,まあね、あの、森友の縁はもう切るっていう、うん、ことは、まあ、その自民党の信頼回復、うんいや、全然俺はどうせ、何したって信頼の回復なんかできないと思うけれど、うん まあ一応さ表向き信頼を回復させるためにはっていうので、うん、だったらそれぐらいはして森との縁を切るみたいなのを絶対やるべきだと思いますまあ岸田は宣言すべきだよね、はい、ひとつ言わずやんせいけアイドルである森吉郎さんではございますが大変悲しいですけどそろそろ引退された方がいいんじゃないかなというふうにまあ思いますね私も森吉郎さんの 顔をもう一体何百回サムネで使ったかもうそれができないっていうふうに思うと思う。とても悲しいとても悲しい。ナンバーワンもしかしてもしろナンバーワンぐらいいやントツナンバーワンは安倍晋三かな。ああそう <laughs> なんですけどまああと五輪マークとかも多かったですね。はい、うん、まあというわけでそろそろもうでもサムネ1万個ぐらい私自身作ってるんでねあの皆さん私が一人で作ってるんですよあれカチャカチャガチャガチャ。<laughs> なんでまあそのサムネ使えないのは寂しいけどまあちょっとニュースターにそろそろね譲った方がいいと思いますよということで本日はまあ政権交代を望む声が高いというのはもう相当なる異常事態でございますので、うん、え自民党、まあ、岸田政権も含めてですねかなり思い思い切ったねあの処分を下さないと。 これは収まらないんじゃないかなというふうに思って本間さんと撮らせていただきましたというふうに思ってまあ真面目に言いましたけど <laughs> まあ要はざまぁみろっていうそしてもっとざまぁみろって言わせろっていうぐらいもうこっちそらもロスでさらで恨みたまってんだよ本当にこの野郎ということで今日も読者ジャニーみなもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえーなかなかメディア、ラジオいろんなところに呼ばれないんですね で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。